アリス川の宮たる人新能明治二十八年一月十五日は、江戸時代後期明治時代の日本の皇族、政治家、軍人、豪ははじめ、大山、後に、霞堂、階級、君頭、後級は、陸軍大将大君以降二級、アリス川の宮隆人親王の,の第一王子で、幼名は、寒宮、聖母は、家女房の佐柄木祐子、官職は、任命順に、 ダザイ卒、国事御用係、政府総裁、党政大総督、兵部卿、福岡藩知事、元老院議官、鹿児島県逆都政党総督、左大臣、陸軍参謀本部長、参謀総長、神宮採取、和宮ノミ親子内親王と婚約していたことで知られる。だが和宮との婚約は徳川幕府の、権力失墜に伴い交部合体を余儀なくされた、幕府が、 公部合体を国内外に固辞するための実績として、和宮は降下し、徳川将軍第14代、徳川家持と結婚した、旧水戸藩主、徳川成明の娘で、徳川義信の妹の徳川貞子を、明治維新後に、最初の日として迎える。貞子は、今儀の2年後、樽人新郎の福岡赴任中に23歳で、病没、明治6年7月に、 旧越後柴田藩主、溝の口直弘の七女、信子と再婚した。明治維新後は、陸軍軍人として、明治天皇を支え、王政復古による天皇中心の明治政府樹立において、政務を統括する最高官職である三職の総裁を務めた。明治28年に61歳で皇居。有栖川の宮は後を継いだ。伊母帝の有栖川の宮武人親王の代で断絶した。 天保6年2月19日、樽人親王は、京都御所北東の有栖川の宮邸内において、高人親王の第一子として誕生した。聖母の佐伯祐子は通称を、かなと言い,い、京都若宮八幡宮宮司、笹友情の娘であった。実はこの時、父である、高人親王はまだ正室の二条広子と結婚する前であり、樽人親王は、 後の海江元年9月に広子と養子縁組を行っている。樽人新郎の絵名は、当時の風習により、出世稲荷神社の境内に埋め、その上には松の木が植えられた。お七夜の儀に際し、関宮の幼命を授けられる。海江元年10月18日、樽人新郎はすでに崩御していた、任公天皇の勇士となる。翌開江2年2月14日、公明天皇より、 たる人の意味なを賜り、二日後の二月十六日に、新納宣言を受けた。この年の三月十五日、たる人新納は、この江た大広の果敢により減服し、多在卒に任命、翌日には三品に除せられた。以後、慶応三年に新政府の総裁職に任命されるまで、たる人新納は、そちの宮と呼ばれた。がって、幕末関連の文書で、そちの宮様、 そっちの見編み方などと書かれているのはすべて、樽人ひとのことを指す。青年期の樽人ひと安政5年3月12日、対外条約の直挙を求めて上落した、老中、堀田正敏氏に対し、これに反対する苦行、天上人が猛抗議を加える事件が起こったが、翌13日には、樽人ひとも単独で外交拒絶、条約批准不可の憲白書を朝廷に提出した。 この憲白書の一件に加え、王馬である、幸子女王が、毛利人志望の性質であったことなどから、樽人親王は、明治新政府の成立に至るまで、区下社会において三条耳と並ぶ長州形状位派の旧戦法として認識されていた。樽人親王は、家営4年、17歳の時に、公明天皇の妹、和宮親子内親王と婚約したが、安政7年、退労。 いいなおすや関白、九条日沙汰らの運動により、いわゆる後部合体策の一環として和宮は、将軍、徳川家持と結婚させることになった。同年8月22日、九条日沙汰が自ら有栖川の宮邸に出向いて、父、高人親王と面談。この時の詳しい会談内容は不明だが、翌23日には宮家から婚約の猶予願いが、武家転送宛に提出され、 これが事実上の婚約事態願いとして受理された。この和宮との婚約解消は明治以降、小説や講談など、大小の脚色がなされて、庶民の間に、非伝のストーリーとしてルーし、数々の伝説を生み出すことになる。金門の変の2ヶ月前である、源氏元年5月9日、樽人親王は父、高人親王と共に、国事御用係に任命されて調整に参画し、 親長州の立場から、松平片森や中川の宮朝彦親王らの一へ創政権主導部と対立した。しかしこの頃、長州藩を中心とする上位思想を剣をする公明天皇は、たる人親王の親、長州的な言動に不快感と警戒心を示す内容の書簡を、関白、二条、成幸や浅彦親王らに送っている。また、前述の通り元来、 長州毛都市へと遠赤で、自他共に認める、尊能上夷論者だった、樽人新王は、有力な長州新派として、一江総政権から警戒されていた。勤門の変の発生前や、樽人新王は自邸に投げ込まれたとされる、長州藩士の片森追悼決起文を持参して、高人新王と急遽散大し、一江総政権首脳部や一江総派の皇族、公家が、不在のまま、 中山忠安や大木町三条佐根なるらとともに、宮中で終戦工作を図り、公明天皇に松平片森の落外追放を迫った。しかし、危険を察した公明天皇が二条関白や浅彦親王、一橋義信などに三大を命じたことで、形勢は一変する。公明天皇の意を受けた、吉信の猛烈な抗弁や二条関白の松平、片森追放拒否など、 一栄僧派の激しい抵抗に遭う間に、長州兵と五所守備諸半兵との間で戦闘が始まり、長州藩兵討伐の勅命が下ったことから、長州の復権を目論んだ、たると新能らのクーデター計画は、失敗に終わった。これら一連の動きにより、アリス側の宮府氏は、長州軍敗退後たちに一栄僧政権から、球弾を受けた。家臣の一部は、 長州藩主と内通していた容疑で、京都庁部行所に逮捕、拘留され、樽人新郎自身も二条関白や公明天皇の怒りを買い、高人新郎と共に、国事御用係を解任の上謹慎、執行申し渡された。途中、朝彦新郎や大木町三条佐なるらが、公明天皇に、高人、樽人両新郎の斜面単願を上奏したが、 天皇はその直感を解かぬまま放御した。両親王が近親生活で外部との接触を断たれている間、長州政党、薩長同盟の成立、将軍、徳川家持の死去と、一橋義信の徳川宗家相続と、将軍就職、公明天皇の放御など情勢は大きく変化した。慶応3年1月に明治天皇が戦争すると、高人親王 タるヒトシンノーは許されて、謹慎を解かれた。当主である父、タ仁親王は謹慎解除後は清掃を嫌い政治、活動から距離を置いたが、明治天皇の新任や長州等からの人望が厚い。タルヒトシンは、王政復古のクーデター計画も、西郷隆盛や品川矢次郎から事前に知らされる。このクーデターの成功により、新政府が樹立され総裁、議定、参与の参色が、 新たに設けられると、たるひと新郎は、その最高職である総裁に就任する。明けて慶応4年、薩長の度重なる挑発に対し、旧幕府軍はついに、先端を開き、ここに、母親戦争が勃発する。この時、たるひと新郎は自ら東西大総督の職を、志願し、直居を得た。西郷高森らに補佐され、新政府軍は、東海道を下っていくが、 この道中の早い段階で、たる人新能は、教順を条件に、吉信を除名する方針を内々に固めていた。3月6日、駿府城において、東海道先方総督の橋本彩矢や,や、大総督深可参謀の西郷隆盛らを集めて、表向きには、江戸城攻撃の日取りを3月15日と定める。一方、同時に、記事として、吉信の謝罪方法や、 江戸城の明け渡し、城内兵器の処分、爆心の処断などの方法について、方針を発表している。また翌7日と12日には、江戸から、統制中止の要請と吉信の除名嘆願のために、訪れた、林王寺宮高原入道親王と会見し、高原入道親王に吉信の教順の意思を問うている。幸い、樽人親王の進軍をした、東海道ルートにおいて、 新政府軍は一度も、旧幕府勢力の武力抵抗に遭遇することなく、江戸に到達し、4月11日江戸城は、無欠のうちに開城される。この日、吉信は、市等を免じられた代わりとして禁止するため水戸へ立った。江戸到着後間もなく大城官制度が発足して3、職は廃され、たる日と新能の総裁職は解かれた。元老院議官の集合写真。 アリス川の見当たる人新郎から、白愛者設立の許可を受ける佐野城民明治3年、兵部教に就任。明治4年から福岡藩知事を務め、ブレーン役の河田昭夫と共に、眼殺事件の余波で混乱する福岡をよく自閉した。明治9年に、元老院議長に就任。明治10年の西南戦争では、鹿児島県逆都政党総督に就任し、党政に際して、 共に新政府軍を指揮した、西郷隆盛と敵将として対峙する皮肉な立場に立った。西南戦争における功により、同年10月10日に流星に次いで、史上2人目の陸軍大将に任命され、11月2日には大空域課題受賞を受賞した。西南戦争の最中、佐野城民や荻牛久氏から、白愛者設立の権威を受けるが、官軍のみならず逆とである。 薩摩軍をも救護するその精神を、タルヒト親能は、歌し中央に図ることなく、これを認可した。当時の熊本の宿舎であった、熊本洋学校教師館ジェーンズ邸は、日本赤十字の発祥の記念地ともなっている。熊本洋学校教師館ジェーンズ邸を参照また、自由民権運動にも、興味を示し、河野戸川の案内で応明者の演説会を、傍聴した。その後、 タルヒト親王は時の皇族の第一人者として明治天皇から絶大な信任を受けた。明治15年にはロシア帝国の旧首都モスクワで行われたアレクサンドル三世の即位式に天皇の名代として出席し、キロには欧州諸国とアメリカ合衆国を歴訪した。明治十七年に勃発した日清戦争においてタルヒト親王は参謀総長として 広島大本営に下るが、この地で、蝶地フスを発症し、兵庫県赤市郡たるみ村舞子の、有り川の宮前子別邸にて西洋に入る。症状は一旦警戒したものの翌明治28年に、入って、再び悪化し、池田健産やエルビンホンベルツらによる治療も虚しく1月14日には、ついに帰徳に陥る。その知らせを受けた、明治天皇はこの日、 タルヒト新王への大組に喫下症継食需要、決定した。翌1月15日、舞妓別邸にて61歳で皇居。さらに、翌16日には、皇2級禁止勲章が授与されたが、公式発表における皇居の日付は、実際には、遺体が東京に帰着した日である24日と発表された。タルヒト新の葬儀は、国葬となり、豊島岡墓地に埋葬された。 明治5年までの日付は旧暦。新王は、貞子、信子どちらの人の間にも王子女に恵まれなかったため、慣例に従うなら、別の宮家を創設するか、親戚公家するはずであった、伊母帝の武人新王を、自身の後継者とすることが、明治11年に、明治天皇から許されていた。これにより、樽人新王の交互は武人新王が、有栖川の宮を相続したが、 武人親王の唯一の男子であった、タネヒトが父より先に皇居してからは、皇子がなく、アリス川の宮は断絶した。1883年開通した金ヶ坂水道に、残るアリス川の宮タルヒト新の記号、ことせ堂。現在は廃堂になっているが、見学できる。アリス川の宮記念公園内のタルヒト新像、タルヒト新の死去後、1901年に、 陸軍省から銅像建設の届出が出されている。これは、大山岩を山形有友、西郷ぐ道などが、新能の銅像を建立することを提唱し、陸海軍人や一般から資金を募り、東京、三宅坂の陸地測量部長者の正門前に、菊花症継色を廃用した新能の騎馬像が、建立するものであった。なお、この時奇跡の大岩が、 最大のもので一つ25トンもあり、当時の貨車では重すぎて運べないため、特注で作った頑丈な大枠と蒸気機関車の淡水車用のボギー台車二つを組み合わせた非常に短い長物車のような形状をした専用の貨車を作ることとなり、こちらの届けでも明治34年に提出されている。1903年に像は完成し、除幕式には、 日、信子や武人新王夫妻、提唱者の元老たちに加え、因縁の深かった徳川義信も列席して、祝辞を述べている。この像は、太平洋戦争の金属回収からも、樽人新王が皇族であることもあって見逃されたが、首都高速都心環状線建設など、周辺の都市計画のため、昭和37年に、東京都港区の有栖川の宮記念公園へ移設されている。 昭和4年8月、高松の宮によって、たる人新能印譜が、編集、刊行されている。天国家の中村水竹、細川林斎、羽倉家庭、中井慶書等の印が93カ収録されている。三条美,美、理道印譜、大谷交渉、水木人陰譜、つばめされ堂譜などとともに、明治時代の保守派の代表的な印譜である。ありがとうございます。